も稲田に来てくれました。ベガッタさんです。どうも。でかいな。やっぱりでかいな。あ、来た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 。近くに。大丈夫？大丈夫？大丈夫？ベガッタさん大丈夫？大丈夫？ありがとうございます。いや、お久しぶりです。お元気そうで。すごい。ロビーが綺麗になっててジュリアナ東京に来たかと思った。あ、いいですね。控え室なんでパツキンの美女いたし、いたし、いたの？いたの？控え室にパツキンの美女が、ブランデー飲み放題。そうでしょ。そんなレジじゃないよ。もいやいや、だからこんな黄色なことになった。おっぱいやね。今日はね、そんなベガルタさんにもこの大喜利に参加して若干カッチャン被ってんだよな。いやいやいや、そうだね。ごめんなさいね、こうやってね、ちょっとフリップに書いてくれるんで、なんかそのフリップ芸はね、やっぱり面白いですから、早いんですよ、しかも書くのがね。ぜひぜひお願いいたします。ぜひ皆さんね、写真を撮っていただければと思いますよ。誰も相澤さん撮って、なんで面白くない人は口にガムテープを貼ります。今から大喜利をやりますが、そういった芸人を持ってる、持ってる、ベガッタさんがいろいろダメ出ししていくと。あ、でめちゃくちゃ出たそうな人もいるんで、ちょっとお呼びしましょう。この人です。どうぞ。どうも、おめでとうございます。おめでとうございます。出たかったですね。全然拍手は起きないんだね。はい、だって名刺あるわけじゃないですか。名刺あるんですよ。ベガッタ君、ちょっと僕プレゼント今日持ってきて。あのベガッタ君といえば皆さん知ってますよ。あ、写真、あ、ありがとうございます。いいな。おっさん、おっさんをバンバン撮ってください。おっぱい飲むな。おっぱい飲むな。浮かす出した、浮かす出した。あのね、今日ね、ちょっとうち片付けてたら、ベガッタ君の好きなアイドルって知ってるんだ。知ってますよ。何、何、まさか浅香優ちゃんの。浅香光代じゃなくて。違う。あのね、はい、駄菓子屋のやつだから、うん、結構著作権無視なんだけど、大丈夫なんですか？でっかいの、ほら見て、ほら、すごいの打ち合った。これを今日プレゼントしようと思った。嬉しい。よいしょ。ポイント、なんかくれる？なんか出てる、なんか出てるよ。おー、名刺交換。まあ、あのそれだけです、僕は。はい、ありがとうございます。せっかくなのわけでも大喜利をやりましょう。はい、ということで、今から大喜利をしたいと思いますので、ベガッタさんにも自由に参加。いや、めっちゃ見てるけど。だから、後からプレゼンします。じゃあ、ただ、お題いこうか。はい、それでは、1問目。サンデーモーニングで話題になったベガッタさん、張本勲がまさかのカーツ、なんでか、なんで話題になったという問題です。カツと言って回答していただければ。はい、何かにカツしたんだろうね。カツ、あの張本さんってカツって言うじゃないですか。はい、ありますね。だから皆さん回答を3つ見ていただきつつ、ベガスさんもリアクションして、ベガスさんも参加していただいても構いません。はい、おー、一番最初に行く。全然回転練習しなかった。全然回転。はい、じゃあ、はい、勝つと言ってからお願いします。はい、はい、ベガタ君に勝つ。夜にゴミを荒らすな。いや、荒らしてねえわ。毎回評価入るんだよね。はい、何点？3点。3点中だ。ソムさん、3点中だよ。100点満点中3点ね。100点満点中ね。大丈夫です、俺の偏差値通りです。偏差値するほどじゃない。じゃあ、勝ちゃいってみよう。はい、サンデーモーニングで話題となったベガッタ張本勲がまさかの勝つ、何で話題になった。勝つだ、これは。はい、試合中に野球盤で遊んでいる。いや、それダメだよ。野球盤で遊んじゃダメなんだよ。お前に勝つ。なんでだよ。行こう
固定するんですか。すごいな。すごいよ。帰りたい。いや。紛らわしいから全身真っ黒にして東京ヤクルトスワローズ戦の周りうろうろすんなお前。紛らわしいから。なるほど、うん、さあ何点だ。いやそういうコーナーじゃねえじゃんよ。さっきの人が言うんだよ。ちゃんと書いてくれてよ上松さん。結構絵とかも書いてる、次いつや。次分かった分かった、お題かよ、お題お題買いましょう。ちょっとこれ難しかった、お題かよ。これだったら上松さんちょっと考えられるかもしれない。お2問目癖が強すぎるサッカースタジアム DJ ってどんな人？いいね、これ分かりやすいんじゃない？はい、できた。おお、例題？例題いきますか。例題いきますか。はい、癖が強すぎるサッカースタジアム DJ ってどんな人？ゴール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 。メガトさん聞いてなかったじゃねえか。せっかくやったもんね。こんな感じで、はい、癖が強すぎる、帰り仙台コラーメン食べるんだから早く帰らせて。ロバーで仕事してるの？いいコースだな。いいお題ですよ。これいいお題。僕ら二人で。おいいね。宣伝コラム。そっからいいですか皆さん。癖が強すぎるサッカースタジアム DJ。くぅ。考えやすいですよ。くぅ。そもそも癖強いですけど。はい。おお行くか。はい、行きますよ。癖が強すぎるサッカースタジアム DJ ってどんな人？T シャツにデカデカと DJ って書かれた主張の激しい T シャツって。主張激しい。帰れ帰れ。主張よく。すげえな、あの首根っこ使われたアニメでしか見たことない。まだディズニーの首根っこ。でも結構やりやすいお題かと思いますが、ね、癖が強いですね。癖が強い、いろんな、あいよ、カチャン行こうか。いきますよ、癖が強すぎるサッカースタジアム DJ、どんな人？チームを呼び込むときに、うん、東お前ちゃんと一個ずつ考えてくれる。面白いと。なんて書いてある、はい、さっきのドラゴンの人、はい、あ、違います、違います。ワッキーさん、ワッキーさんが来ます、ワッキーさんが来ますよ。癖が強すぎるサッカースタジアム DJ ってどんな人？ゴーグル。おーゴーグル、ゴーグル、ゴーグル、ね、こんなに滑るとは。いや、すごい滑るんですよ。そんなことない、はい、伊達に年食ってね。うるせえ。これあげねえぞ、これこれあげねえぞ、これ癖が強いあのスタジアム DJ、うん、難しいな。じゃあ白鳥行こう。白鳥はいけるか、はい、癖が強すぎるサッカースタジアム DJ、どんな DJ？ 審判のアナウンスです。審判、ヨーヨー決まったよ、ヨーヨーイエスオフサイド。あ、ゴール決まったっていうことでイエスオフサイド。サッカーってイエスオフサイドですか？ちょっとごめんなさい、彼ら何やってるの？これ普通に言うんですね。サッカー分かんないっす。あ、分かります、分かります。チェンジ、チェンジ、チェンジ、チェンジって言われてんのに。チェンジ、チェンジ、チェンジ。うちに行くか、うちに。はい、やりましょう。サッカースタジアム DJ、どんな DJ？ ゴールってピッチに降りて直接この人、ゴールお前ゴールみたいな。これいいんじゃない、これはいい、これはいいでしょ、ね、つうか、若い姉ちゃんいないです、ね、見とけ。いやいや、ちょっと待って、若い方がいいよ、あれ。いやいやいや、ハンナは、ハンナ、ハンナどう、ハンナどう、あら、あ、はい、ちゃんと見て、ちゃんと見て、見て見て、ちゃんと見て、ちゃんと見て、ちゃんとチェックして、だって若いよね、まだね、ハンナね、全然若いですよ、全然。チェンジ、はい、チェンジで、チェンジ、はい、ちょっと次も、次の方がやりやすそうだから、次のお題やりやすいですよ。はい、ハンナ行こう。はい、ピッカピッカの1年生のメロディーに乗せて大人の厳しさを教えてください。あー、いいね。これ結構ない。伊藤さん、例題行きますか。ピッカピッカの1年生だよ、はい、例題で、はい、せーよ、じゃあピッカピッカの1年生に乗せて大人の厳しさを教えてください。国民の税金です。そういうこと、どういうこと、伝わるか。いや、まあ、言いたいことは分かるから。ごめんなさい、あ、OK、OK、OK だよ。全く OK だから。でも、こういうことだよ、こういうこと、大人の厳
しさを、厳しさをこれも書かなくていいでしょ、歌でいいでしょ、大人の厳しさ、はい、チョコさん、大人の厳しさ言ったら、ポン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 、はい、ピカピカで人生に乗せて、せーの、リボ払い、6万円リボはやめとけ、リボはやめろ、一括しろ、一括しろ、リボ払いやめてほしいぞ、金の話、いや、そうそうそう、大人の通り、はい、行こう、おい、アメリカ、はい、ピッカピッカの1年生で大人の厳しさをどうぞ、はい、定時では帰れないちょっと待って、おらんだけこれが変わったぞ今、おめえだけ黙ってんだよ、定時は黙ってんだよ、帰れない定時では帰れない無事だよ、それは無事だよ、無事だよ、大人の厳しさだね、大人の厳しさ、すぐに出すよ、定時では帰れないちょっとね、うちだとね、でもこれはやりやすいお題かなと思うんですが、待って、じゃあ白鳥行くわ、ほら、せーの、赤坂やるって、赤坂、一回白鳥行く、次赤坂、もうみんな並んでやるよ、並んで、はい、ピッカドロッカの1年生で大人の厳しさをどうぞ、イージヒットガソリン払わなきゃ、あー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 みんな並べちゃう、みんな並べちゃう、みんな並べちゃう、せーの、職質が16回、はい、挑戦を、はい、お友達がさ、どうぞ、年下が出世する、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ、腕上がらないよ、本当だよ、ね、髪を痛めたね、はい、OK、ピッカピッカじゃないんだよ、もう来た来た、はい、最後、はい、大人の厳しさどうぞ、はい、ちゃんとやんねえど、ごちゃがいる、総括で、うん、します。ちょっと盛り上げてくれましたね、長田さんね、面白かったね。最後なんて言ってくれるんでしょうか。はい、うん、結構長く感じてます。長い長い長い総括。嬉しい。およ、ありがたい。はい、この前ニードのラジオ聞いたけど稲荷面白い。完成。おもしろい。ベレーナラジオ聞いてんだ。ラジオ聞いてんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、エンディングでも登場していただくということでございまして、ベガスさんマジの大喜利のコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、面白いなぁ。授業式が出たんだ。握手、握手やけど。では、OK さん、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しいですね。何のコーナーか。方が写真撮りましたね。ワケさんもで、ワケさんもいる、なかなかいいメンツで撮れますね。いいメンツです。はい、ありがとうございます。ケツ触んの？ケツ触んの？はい、ありがとうございます。また後ほど、はい、ありがとうございました。気をつけてね。はい、ありがとうございます。皆さんにもう一度大きな拍手どうぞ。ありがとうございます。なかなか来てくれないからね、皆さん、メガツさんね、本当にマジで。